皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、たった1分でできて一生が変わる言葉の習慣というテーマをお届けいたします。人生はですね、こうたった一言で変わってしまうということが多々あります。実は弊社のクライアントで急成長したリフォーム会社があります。その現在の社長がですね、創業時からずっとその会社にいるんですけども、その創業時に私がコンサルで入りました。でその時ですね、後で分かったんですけども、長谷川さんに言われた言葉が非常に印象的だったって言われたんですね。で、それで何クソと思って一生懸命頑張って、実はその方、その会社に今社長になっているんですね。言ったですね、本人、つまり私なんですけども、そんなことはすっかり忘れてて、彼が社長になってそう言われてですね、そういえばそんなこと言ったかなと。まあけど彼は社長になったので、きっと私の一言でですね、こうやる気になったりモチベーションが上がったんだろうなと、まあめでたしめでたしということでした。さて、今日はですね、言葉が変われば人生が変わるということで本の紹介になります。たった1分でできて一生が変わる言葉の習慣ということで、佐藤伝さんというですね、まあ知ってる人は知ってると思いますけども、もう習慣のですね専門家ですよね。どうやったら習慣になるかということで、まあそういった専門家の方が書いた本です。はい。まあ言葉というのはですね、非常に我々のこう人生とか、生活、生き方に影響を与えます。それでこの本はあなたの人生がときめくハッピーサクセス56のコツが書いてあるということですね。非常にまたこれ読みやすい本なんですね。まあこんな感じですね。これもやはり、見開き2ページで一つのテーマが書いてあります。例えばちょっと紹介しましょうか。あ、これ行きましょうか。ナンバー5でね。素直に人を褒めまくるということですよね。この素直というのが問題でですね。素はすごいですね。ですね。で、なはなるほど。で、おは教えてください。それで素直に人を褒めるということなんですね。すごいですね。なるほど。教えてくださいの、この3点セットで相手との会話を進めていくといいんではないかなということです。この辺に関してはですね、いろんな考説があって、例えば、ほう、なるほど。すごいですね。素晴らしいですね。とかね。まあ、こういうふうな相づちを入れるといいですっていう人もいらっしゃいますね。まあ、これはですね、この素直でもですね、さっき言ったのでも何でもいいと思うんですけども、とにかく、すごいとか、なるほどとか、おーとかね、教えてください。素晴らしいですね。とか、感動しましたとか、まあ、そういうことを言うと、やはり相手はですね、まあ、悪い気にはならない。どちらかというと、いい気分になりますよね。で、いい気分になるということはどういうことかっていうと、あなたに対して好印象を持つということです。まあ、まあ、こういったことをですね、まあ、ちっちゃな積み重ねなんですけども、それを続けていくと、人生はですね、こう豊かになる。そして、成功できるんではないかということですね。まあ、そんなコツが56個書いてある本がこちらですね。たった1分でできて一生が変わる言葉の習慣。著者は佐藤伝さんです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。